マレーシアのリーファー、サワラク、ホワイトラクサ、揚げ麺にペースト入り粉末スープ、粉末クリーマーがついています。麺は細い角断面で、チリでは弱いです。表面は少しざらついており、粘りやふくよかさは控えめです。ベタベタせずにサバサバしたというか、ドライな舌触りです。スープはザラザラした舌触りです。すりつぶした根菜類やスパイスがたくさん入っている感じで、ちょっと新鮮な感覚です。結構辛いのですが、だし粉乳っぽいココナッツパウダーが入っており、直接は刺激を感じにくくなっています。魚介とチキンの旨味も豊富な香辛料の裏方に潜んでいる感じで、奥行きを感じる味です。質感はあまり高くはありませんが、日本の製品にはない香りや刺激を楽しめます。